島田、完全に干される。上田と島田入れ替えたんやね。あとは鍛冶屋を見切るかどうかやな。2軍か散々レギュラーシーズン使ってて意味わからん。島田を2軍に幽閉できるぐらいの層の厚さが欲しい。今日フェニックスに出てる島田は CS は出ないんか。島田は今日のナイター練習から外れてる時点で。短期決戦じゃ怖すぎ。島田秋山は現役ドラフト候補。俺もゲンドラは島田秋山だと思う。後締めに鍛冶屋危ないと思う。年齢は残酷。まだ秋山っていうか。年俸高いのにテーブル並べても。どこも取らんやん。島田は一応貴重な外野の守備固め枠やのに熊谷上田に負けて。1年1軍に帯同したのにここ1番でメンバーからも漏れるって。よっぽど評価落としたんか。ゲンドラありえる。100打席もらって1割守備固めでは致命的なエラー。岡田に恥かかせて無事ではいられまいて。島田、ゲンドラやな。かかって拾われたらいいけどな。もらってもらえるのは、わちゃんやろな。そうすると来季北条高山コースやろな。まあチャンスだいぶもらったと思うよ。島田は現役ドラフトだろうな。矢野とは相性良かったけど、どんでんだと緊張するのかしらんが。ビクビクプレイして本来の力発揮できてない印象あったし。選球できんから岡田の見て前してるとカウントどんどん悪くなって打てんのやろな。岡田は俺知らん見てない球拾いやろとか言ってたけど。テルがライト守ってたの島田落とす伏線やったんかな。島田に関しては半分岡田の被害者だろ。走り打ちで内野安打打つ練習させられてたし。島田今日もフェニックスで取ったな。この土壇場でメンバーから漏れたんか。その通りです。代わりに上田です。やっぱか。でもそれなら島田に与えたあの打席は何やってんって感じやな。